やっとあの厄介者を追い出せたな。人的保障は誰にするか。ホークスは人的保障の宝の山だからな。もらうとなるとチェウスとなっている外野手か、それとも投手か、迷ってしまうんだぜ。GM ホークスから保証者リストが届きました。うん、どれどれ。レミリア獲得しようと。ライオンズは和田をよこせと言っています。なんだって？え？プロテクトしていないんですか？だって、42歳なんて誰も取らないと思ってたし。和田を人的故障に出したらホークスファンが暴動を起こすのでは？仕方ない、西武球団に頼んでみよう。和田くんは勘弁してください。和田出せないなら誰出すんだ？オタクのところのメインバンクは瑞穂だけど分かってるか。貝野くんはいかがでしょう？それで手を打とう。